じゃあ始めさせていただきます。最近シーパンというかパールの本を書いたので、まあそれの宣伝に少しでもなればいいなと思って応募したものなんですけども、まあどんな本かっていうのを最初に宣伝だけさせてもらうと、まあ、シーパンモジュールガイドっていう名前の本でして、まあいろいろな選び方ができるというのが、まあ、シーパンのいいところなんですけども、まあ、選ぶのが大変だよという人向けに、まあ、これを使っておけば無難ですよというモジュールを日本語で解説していると。あと、まあ、初心者から中級者にステップアップするのに、まあ、シーパンを選ぶというのが結構ネックになるかなということなので、その初心者が中級者になる上でつまずきやすいような部分に関する説明、例えばその日本語の文字化け内部文字列のエンコードデコードの話であるとかを全モジュールに関して触れているとか、あとは変数のスコープとか循環参照とか、そういうパール特有のちょっと難しめの話題の解説もモジュールの説明の中で含めるようにしたというところがある本なので、まあ既に知っている方は会社の新人に紹介するとか、そういう感じで皆さん、まあなんか宣伝していただければ嬉しいです。で一応プレゼント用の本があるので、まあ、希望者がいれば後でプレゼントしたいと思います。2730円の本なのでもらえば今日のチケット代がペイできるというあとですね、ワークスコーポレーションという出版社から出た本なんですけど、特別にオライリーコーナーで売らせてもらっているというですね、ことがあるので、確かオライリーって買うとノベルティみたいなのがもらえるですよね。なので、この本買ってももらえないとかあったらちょっと残念ですけど、きっともらえる。あ、もらえるんですか。はい、ぜひそういう意味でもいいかなと思いますので覗いてみてください。はい、で今日の話なんですけども、この本を書くにあたって本に書ききれなかったこの執筆メモが大量に残っているので、まあ、その中から何か紹介したいなということでいろいろあったんですけども、まあ、時間の関係で本を読めば分かる内容であるとか、このモジュールどうして紹介したんですかとかですね、これどうですかみたいな話は、まあ、個別に聞いてくれればいいかなと思ったので、あえて本に載っていないけども、まあ、追加でこれもおすすめだよというものを紹介するコーナーで、主に、書いてきました。で最初に自己紹介なんですけど、富田と言いまして、ネットではトミールとか、ツイッターはハイフンが使えないんで富田っていう名前でやってます。で、ルーゴ変換っていうのを作ったことがあったんですけど、その時の少ない知見をもとにイカ娘の変換ができるのを作ったりであるとか、完全に趣味の話なんですけど、九刀流茶道っていう茶道を友人が編み出しまして、それの何ですか、宣伝のお手伝いとかをしています。利休の時代って、茶会って侍がやってたんですよ。今上品なおばさまたちのやるものになったんですけど、まあ、現代の侍といえばサラリーマンと OL じゃないかってことで、まあ、その彼らがお茶会をすべきだとなら給湯室でやろうってことで、まあ、給湯流茶道っていうですね、結構海外からの評価も高くてメディアとかからの取材とかも受けたりしています。あとパンデミックっていうゲームがあるんですけど、まあ、それのファンサイトもやってまして、今度大会を開くので来月やるので、こういうのに興味があったら声をかけてください。で、まあ、そういう変な活動ばかりじゃなくてですね、ちゃんと仕事もしてまして、8月から EC ナビという会社に就職しました。で、10月に社名が変わりまして、今ゴヤジュグループという名前になっています。来たことある方は分かるかもしれないんですけど、海賊のアジトを多分イメージした感じの、バーとかがありまして、ボヤージュはなんか海的なそういう、あった感じの社名になりました。で、PHP とか Ruby とかいろいろな言語が会社の中では使われてるんですけど、今はパールで仕事をしています。で、自分の書いた本を毎日超見てるので、人なんかこうそんなに自分の本アピールしたいのかなってぐらい見て、ちょっと恥ずかしいぐらいな感じなんですけど、自分用のウィキみたいな感じで使えるというか、パラパラめくって見れるし、読者としてもおすすめです。あと会社から宣伝してこいと言われたんですが、学生向けのインターンですね、エンジニアの学生向けのインターンを、受付していて、エンジニア志望の学生ですね、来月行われるやつの受付をしていて、
てですね、今回は大規模サービスの設計というテーマで、ベテランエンジニアが講師になるらしいです。インターンってお金もらえるんですね、僕知らなかった。で、興味ある方は僕とかこの URL にアクセスしてみてください。はい、そういう人なので、多分今日も明日もこの本の T シャツを着て写真に写るだけで宣伝になるというですねことをしようと思っているので、見つけた方はぜひ話しかけてください。はい、というわけで今日は、この本には載っていないのですけども、おすすめモジュールですね。で、最近仕事で使い始めたという観点で、触っているモジュールで本に載ってないやつで思い出せるものをいくつか、割と万人受けしそうなやつですね、初心者中級者におすすめなものを紹介してみようと思います。まず設定ファイルとかをこういう、最終的にハッシュリファレンスの形とかで持つことって結構あると思うんですけど、例えば LWP ユーザーエージェントの設定があったとした場合って、LWP ユーザーエージェントの new ってハッシュリファレンスじゃなくてハッシュを受け取るので、こうやってパーセントでデリファレンスするじゃないですか。しないですしますよね。よくやるじゃないですか。で、これって、よく使う表現として、L バリューだった場合と R バリューだった場合ちょっと違うんですけども、上のようなケースの場合だと、LWP っていうキーがもしなかった場合、UNDEF を無理やりハッシュでデリファレンスしようとしているから、ああいうユーズストリクトしているとエラーが出て怒られるんですけど、なので、こういうデリファレンスするときってパーセントでやった後、もしその LWP が UNDEF ならからのハッシュリファレンスを渡すみたいにして、確実にハッシュになるようにするじゃないですか。で、それがうざいなって人にレフリストっていうモジュールがあって、これは単純にリストっていう関数をエクスポートするモジュールなんですけど、デリファレンスをしてくれるという、これがすごい簡単に、簡単にというか記号が少なくかけて便利。こういう配列のリファレンスもやっぱりこういう感じでなんか書くんですけど、これもこう書けるから綺麗。以上です。次ですね。あとこの本プラグが割とみんな使えるようになってからちゃんとプラックのことを説明している本っていう意味でも割と珍しいんじゃないかと思うんですけど、まだそんなに最近出たバールの本がないっていうのもあるんですが、その中でプラックのアプリのテストに、プラックに標準でついてくるプラックテストの使い方を説明していたんですけど、このテスト PSGI っていう関数を使って、やる感じなんですが、ちょっとなんかこうあまり直感的じゃないというか、これの使い方を覚えないといけないみたいなのがあって、今から使うんだったら、このテスト www メカナイズ PSGI っていうのがあって、これの方が分かりやすいので、こっちがおすすめだったりします。これはテスト www、www メカナイズのサブクラスなので、www メカナイズとほぼ同じような形で使えるんですけど、new にPSGI のコードリファレンスを渡すと、それに対して、メカナイズのような感じで、なんですか、テストができる、リクエストが走らせられるという感じですね。で、メカナイズなのでブラウザと同じような感じの挙動をしてくれる。メカナイズの使い方は本でも割とページ数されて使っています。で、テスト用の関数がさらに追加されているので、ゲットして、それがサクセスだったかっていうのを、別に OK カッコエージェントサクセスみたいにしてもいいんですけど、それを一つで書けるエージェントゲット OK みたいなテスト用の関数が追加されているものですね。割と簡単にテストをかけていいと思います。で、これを使っておくといいのは、PSGI っていうところがついてるやつはこの new で、PSGI のコードリファレンスを渡せるというものなんですけど、それを外した場合も全く完全なPSGI じゃない外部のバールじゃないサーバーの API のテストとかにもそのまま使い方が同じくテストできるので、使い回しが効くという意味でもいいかなと思いました。ちなみに今プラックテストよりもうちょっといいものをということでプラックテストエージェントっていうものの開発も進んでいるようですけど、メカナイズの方を覚えておけばそういう意味で PSGI じゃないものへのテストもできるという意味でも覚えておいて損はないかなと思います。
日に、仕事でやっぱり DB を使うわけなんですが、オールマッパーは割とこう、なんていうんですかね、想定 してない感じの SQL 文が書かれたりしているので、そんなに好きではないので、本の中では、DBIX クラスっていうよくできたオールマッパーがありますと、紹介するのみで、基本である DBI の使い方に割とページ数を割いていますが、DBI ってこういう形のハッシュリファレンスのリストを受け取りたいときに、こうやって使うんですけど、ちょっとメソッドが長くて覚えにくいっていうのとか、スライスにハッシュみたいな形でやるとこういうのが出るみたいなですね、ちょっと分かりにくいオプションを覚えないといけないので嫌だなとかですね、単にSQL にバインドしたいだけなのに、このオプション用の空のハッシュを用意しないといけないのが忘れがちで嫌だなとかあったりするので、やっぱり DBX シンプルっていうモジュール、前もどっかで紹介したことがあると思うんですけど、本には書いてないんですが、これがなかなか便利なので、割と最近は改めて押していきたいなと思っているところですね。インサートとかセレクトとかデリートとか、そういう分かりやすい感じのメソッドも使いますし、DBI の do よりも分かりやすいクエリっていうのが使える。で、この DBIX シンプルについているインサート、デリート、アップデート、セレクト、4つのものについては SQL アブストラクトっていうモジュールを使って、パールのハッシュの構造を SQL に変換するっていうことをやってるんですけど、それはリミット区が使えないとかあってちょっと物足りないところが出てくるんですが、互換性のある SQL メーカーっていう、日本人の、ドクヒロンとかが作ったモジュールがあって、それを代わりに使うことができます。これは変な使い方じゃなくて、セレクトとアップデートとデリートとインサートってメソッドを提供しているモジュールであれば、こういうふうな形で代わりに入れ替えて使うことができるよという機能なので、このアブストラクトってところに SQL メーカーを入れてやることで、リミットとかがきれいに書ける SQL セレクトとかが使えるようになります。あとですね、DBX シンプルってリザルトセットに対してもハッシュとかやるとハッシュリファに使えてくるとかというところが分かりやすいんですが、オブジェクトというメソッドがあって、これが結果に対してセレクトしたもののオブジェクトでなんちゃらっていうこのクラス名を出すと、そのクラス名の new にその DB の取ってきた行の内容を渡したもののインスタンスを返してくれるんですね。なので自分のロジックとかをモデルに書きたいときに、そのクラスに返しておいて、この DBX シンプルからインスタンスを作らせるみたいな形にすると、割とオーバルマッパーみたいな大行なものを使わなくても自分の書きたいロジックをかけていいかなと思っています。で、本の中で最終的に悩んで書かなかったのは、やっぱり DBI の使い方を覚えてないとなんかいろいろ困るだろうっていうことと、接続であるとかトランザクションの管理で DBIX コネクターっていう便利なモジュールがあるんですけど、これは DBI のラッパーなので、DBI コネクターの new には DBI への接続と同じものを渡すんですけど、この中で DBI のそのものが返ってくるので、 DBIX シンプルでそれを使いたい場合って、毎回その DB のハンドラーからDBIX シンプルを作るとか、そういうことを頑張ってしないといけないので、これなら DBI の使い方を覚えた方が話が早いしいいかなっていう部分があったんですが、まだこれ審判に挙げてないんですけど、ついにこらえきれなくなって、DBI に DBIX シンプルの便利メソッドを注入する DBIX シンプルインジェクトっていうモジュールを書いてまして、これを使うと、DBI になのに DBX シンプルのものも使えるようになるので、このコネクターのところにですね、ルートクラスイコール DBX シンプルインジェクトって入れるだけでいろいろできるようになって便利で、これはもうちょっと整理して CPAN とかに公開する段階でまた何かに書こうと思います。いきなりちょっと番号が飛ぶんですけど、時間の関係で、これも仕事で使うという観点で、ウェブアプリケーションのフレームワークどうしようかなという話なんですが、ウェブアプリのフレームワークに必要なものっていろいろあると思うんですけど、
まあ、飽きて手放さない開発者とか重要ですよね。で、これに必要な部品はすごいモジュールですでに CPI にたくさん揃っている時代なので、モジュールも結構本の中でたくさん紹介したので、自分でウェブアプリフレームワークをですね簡単に作れるような感じの本にはなっているんですけど、まあ、初めてこの親父グループの人がパールのアプリを見たときにちょっととっつきにくすぎてもあれかなということで、まあ、中のフレームワークを使おうかなと思ったんですけど、結局ウェブアプリのフレームワークで今いろいろあるものってなんかスタイルを提供するものにだんだんなってきて、アナウンサーだとこういうこうキーワードを提供する感じでちょっとやってねとか、カタリストは関数のところのアトリビュートでいろいろやったりであるとかですね、引数にはセルフとコントローラーが来るとか、こういうちょっと変わった感じのディスパッチを書く感じのものもあるし、モジュール印刷ライトはキーワードをディスパッチ用のキーワードを提供して、あとはそのセルフから呼ぶみたいな感じなんですけど、いろいろ見て、ダンサーを使ってみています。で、日本人であんまり日本人でって日本語でダンサー使ってるっていう解説があまりないので、そういう意味で使わないかなと思って悩んでる人は、ぜひこの機会に、まあ、使ってみてください。僕もかなり使ってるので、一緒に使いましょう的な感じなんですけど、何がいいかっていうと、このスタイルでやりたいわけじゃなくて、ダンサーってキーワードで提供するっていうことにも特化しているので、リストユーティリみたいな感じでですね、好きなキーワードだけ、出して使うってことがやりやすいわけなんですね。なので、まあ、こういう感じでやりたいなみたいな、逆にこういうふうに使いたいっていうのをあった上で、例えばこういうルーティングを書いてそれを読み込ませると、まあ、動くようにしたいとか思った場合にそれを簡単に結構書けるのがいいところだなと思っていて、ダンサーの場合はシンタックスっていうのをエクスポートにするとシンタックスの提供以外はしなくなるので、例えばコンフィグだけ欲しいっていうふうにしてですね、あとはダンサーコロコロなんとかみたいなキーワードをエクスポートしないでそのまま使うみたいにすると結構良かったりします。で、そのコンフィグをだけは読ませて、コンフィグから読んだものをエニーに渡すことで動くみたいな感じのことが結構簡単に、なんですか、一から和風を書くよりもダンサーのキーワードを組み合わせるだけで書けるっていうのがいいなと思っています。で、似たようなことはモジュール印刷ライトであるとかモジュール印刷を使うこともできるんですけども、モジュール印刷に比べて、まあ、コードが追いやすいっていう印象を受けたのがあります。で、基本的にダンサーはキーワードの提供をするものなんで、ダンサー PM さえ読めば使い方がなんとなく分かるっていうのもいいと思うので、なんですかね、ウェブアプリフレームワーク、まあ、いろいろやってくれるのを使いたいんですけど、まあ、全部こうなんですか覚えるのめんどくさいよみたいな時にいいかなと思います。ちょっと注意点としては、ダンサープラグインという、まあ、機構があってプラグインがいっぱい出てるんですけども、中にはあんまりこれ使ってないだろうみたいなものもありますが、まあ、さっき言ったみたいにダンサーのこういう使い方をしたいよというわけじゃなくてですね、ダンサーの持っているウェブアプリの、まあ、基本機能をうまく自分で使うよという方向でいった方が、まあ、いいんじゃないかなと思います。フックっていうトリガー機能がすごい充実しているので、別に公開されているダンサープラグインを使わなくても自分のやりたいことを簡単に書けるというのもいいかなと思っています。で、あまりこういう使い方をしている人が少ないのか、まあ、世界にいるのか、あとは日本でもあまり紹介がないので、そのうちなんかこう使い方の記事とかをどっかに書きたいと思っていますですね。今日はちょっともうそろそろ時間なんであれですけど、他にもいろいろ紹介したいものとかがあったりしました。はい、以上です。なんですかね、この本を書いた時点でいずれなんか何らかの形で更新できればいいなとは思っていたので、まあ、こういうネタをたまったらそのうち何か形にできればいいなと思っています。はい、で、大体以上ですが、質問とかありますか。ちなみに本を、あ、はい、どうぞ。前のスライドもう一度見せてくれますか。これですか。ファイルシェアツを、はい、うん、
まあ、ちょっとこれ書いたのはいろいろ言いたいことがあったんですけど、一言じゃ終わらない感じのものばっかりだったので、ちょっと今日はもう時間の関係で。はい、続編をいつ頃出すんですか。いやそれは本がいっぱい売れれば話が来るので今日ここに来てらっしゃる方で本を持ってない方とか、本実は読者ですという方はいますか。憲法ありがとうございます。ああ、はい、ありがとうございます。両方ともこっちに手を挙げてくださいありがとうございます。何か質問とかありますか。大丈夫ですか、ね、近藤さんに聞いてみる。すごい特許のいい本になってありがとうございます。シーパーが素晴らしい素晴らしいってみんな言うんですけど、自分でシーパーとか検索するとこのモジュールが出すぎてですね、何を使っているか分かんないっていうのは多分ですよね。でそれをこの本を見ると、一応定番的なものを紹介してくださるのでとってもいい本なんで、そしたらその毎年でもいろいろアップデートを出そうしその点で皆さんもなんとね、質問を言うと宣伝をしてもらえたっていうこの、はい、あ、ちょっと時間なのでどうしようかな。本はプレゼント用に持ってきているので、まあ、もう一冊持っといてもいいよみたいな、欲しいという方がいれば抽選でお渡ししますが、どうですか、欲しいって聞きますか。はい、あ、結構いますねじゃあどうしましょうか。時間あれだったらダンサーの後にした方がいいかな。はい、はい、はい、ありがとうございました。じゃあダンサーの後で来てください。こういう僕残ってますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。